ありがとう。ね早速開けてもいいえこれって、あなたの手作りなのふふ、<laughs> すごくかわいい。今度デキシーズで見せびらかしてもいいねお願い。じゃあ今度は、私がホワイトデーのお返し持ってくるね。 いいじゃない毎月の楽しみが増えるでしょ ほら、こんな遅い時間に出歩く悪い子はだれいくらあなたでも見過ごせないんだからあなたを恋の現行犯で逮捕しますこの手錠は外れないわよずーっとねっ 私をときめかせた罪は重いわよ二人っきりでみっちり取り調べしちゃうぞ大丈夫だよ初心者コースだもん私だってこれくらいならえっって貸してくれるのありがとうあ 思いなって顔した。もうひどいよ。乙女心を傷つけた罰として、温かい飲み物をご馳走すること。ほら、あっちに素敵なカフェがあるよ。あれマカロン。 一個足りないなあ。あ、さっき味見したんだっけ。崩れないように、そーっとそーっと。あもう、揺らしちゃダメだよ。てっぺんにハートを飾れば。ふ <laughs> ふマカロンタワーの完成です。 星はいくついただけますでしょうか素敵ー。満開だね。今日が一番見頃だったんじゃないお腹減ってるでしょ今日のお弁当はかなり力作なの。 期待しててくれていいよやっぱりあなたとお花見って最高の組み合わせかも来年もまた一緒に来ようねおてんば娘なんて言われるけど。 せっかく自由な時代に生まれたんだもの。思いっきり楽しまなくちゃ損よね。命短し恋せよ乙女か。うーん、いいこと言うよね。私も頑張らなくっちゃ。ふふ。 この千0咲きの花びらで恋占いしたらドキドキしすぎちゃいそううーんなかなか来ないね次の電車はえ一1時間に1本しか止まらないの 時間も昔は当たり前だったんだろうな駅を出て少し散歩でもしてみよっかねえ私たちが大人になったら二人でもう一度ここに来てみようよまた見え方が変わってると思うの。 俺だけを見ろよ。あなたしか見えないうーんこんな展開になるなんて想像もしてなかったえそんな大胆な顔が熱くなっちゃうあたやこぼれちゃった。 そそろそろ支度しなきゃはあもし彼とこんな展開になったらどうすればいいのかな